皆様こんにちは。今回は新しく仲間入りしたお道具紹介をしていきたいと思います。最後までご視聴いただけたら嬉しいです。では早速ですね、最近仲間入りした道具なんですけれども、まずちょっと大きいものからいきますね。こちら、わあでかい、なんだかわからないですよね。ウィーアーメモリーキーパーズのスクエアボードですね。なんですが、ちょっと大きすぎて映らない。ちょっと逆さまになるけど、よいしょ。これですね。ごめんなさい、逆さまになって。スクエアボードです。で、こちらですね。私、購入するまで全然知らなかったんですけれども、よいしょ。こんな感じでね、わかるかな。箱とか、エンベローブ、封筒ですね、も作ることができるみたいで、こうガイドが入ってるんですよ。こう作り方の説明があるんですが、へーと思って、へーですよね。これペーパーのサイズもね、ここ裏にいろいろ書いてあって、この厚紙はちょっと取っといてあるんですけども、よいしょ。これすごいですよね。はい、まずこちらですね。こんな、ここにこう、あ、きっちりはまるんだ。へえ、ギフトボックスも作れます。すごい、すごいですね。で、エンベローブですね、も作れます。ちょっとまたね、作ってみたいと思います。これいいですよね。裏側にね、これ収納できるんですよ、これ、はい、ということで、こちらのボードですね。とちょっとボード一回引けようかな。ちょっとボード引けます。フィスカースのロータリーカッターですね、を購入しました。こんな感じでね、パカッと開いて、5つ目の紙もね、これいけるんですよ。でいいなと思って、ずっとね欲しいなと思ってたものなんですけれども、ここのパカパカはね、開いちゃうと、保管中に開いちゃうと刃が出ちゃうので、これは止めれます。間中はパカパカしないですね。切るときにこのままガッと上げれるし、これだけも上がる、いいですね。で刃もね、こうグッと押さえないと切れないようになってるんですよ。でちょっと試し切りしようかな。なんでだろうな、ここが気になる。悪いのかな。あ、ちゃんと切れました、はい、私の切り方が下手くそなだけですね。はい、ということでこちらの方購入しました。これまた替え刃だけでも売ってるので、はい、チップボードも切れるみたいなので、どんどん使っていきたいと思います。はい、それとですね、こちらですね、クロパダイルです。 We are Memory Keepers のクロパダイルなんですよ。で私ね、クロパダイルこの大きいの持ってるんですよね。こちら大きいのも持ってるんですけども、これね、ちょっとしたものを開けるとき、ちょっと仰々しくてですね、なかなかすごく使いやすいんですけども、さっと使えないというか、なのでちょっとちっちゃめのが欲しいなと思って、ずっとねこれどうしようかなと思ってたんですけども、はい、こちら新しくセットで出てたので、こちらの方購入してみました。ロックがかけれる、ここロックがかけれるんですよね。えい、これで開きます。でこっちポンって押すとロックかかります。はい、これだけの違いなのかなと思いつつ、どうなんだろう。
もともとどっかあるのかな、私前のバージョンが分かんないんですよね。でこれはね、何がいいって、ここに上からねこう紙が見えるんですよね。なので穴を開けたい場所が分かりやすい。さっきの大きいやつだとなかなかね横からこう見ながらじゃないとできなかったんですけど、これ上からねこう見てサクッと、こう和紙なのでなかなか開かないですね。普通の紙でしようかな。ちょっとこの切れ端でいきますね。これをサクッと開けれるんですね。いいですね。こちら、これが、ちっちゃい穴ですね。こちらが普通に、よいしょ、開けれます。はい。でこのセットはこれついてるんですよね。アイレットが100個ついてます。このアンティークカラーと黒とシルバーですね、と白色、25個ずつ100個ついてて、4600円かな。はい、こちら購入しました。もうすでにね何回か使ったんですけど、すごく使いやすいですね。ついでにこの人の紹介もすると、ここにねこうペーパーのサイズがガタガタガタってできて、私はこれあんま使わないんですけど、これねこうぐーっと縦に入れて、ちょっと待って、これ星の王子様のペーパーなんですけど、切れっぱし、こうやってやって、こっちがね普通のアイレットのものになります。こっちはちっちゃい穴ですね。大きい方に合わせてガツッと開きます。こんな感じですね。ちょっと柄のあるところに開けちゃったら分かりづらいかな。はい。でここのここですね、かしめる部分を使うときはこれをカタカタと動かして使います。カタカタとやってこう入れてね、この時がすごくねやりづらいんですよね、見えないから。これ12インチペーパーだと思ってくださいね。これちょっと今細長いだれなんですけど、この時がちょっとやりづらくって、こうちょこりずつ下ろして穴を合わせて、あ、違うところでいったな、これ壊れちゃう。これが本当に合わせづらくてね、よし、ここだ、よし、来ました。こんな感じですね。はい、ちゃんとくるくるっと巻いてますね。こんな感じで、こちらもすごく使いやすいですね。サイズに合わせて使い分けていこうかなと思っております。はい、はい、最近仲間入りした道具の紹介は以上になります。では最後までご視聴いただきありがとうございました。